企業が成功するかどうかは、考え方やアプローチが大きく影響します。以下は、成功する可能性を高めるための考え方と、失敗につながる可能性がある考え方の一般的な対比です。成功する考え方、ポジティブなマインドセット、成功に対する自信を持ち、困難にも前向きに取り組む、失敗を学びの機会と捉え、挫折から成長する意識を持つ、市場調査と顧客理解、ニッチや市場の需要を的確に把握し、それに基づいたサービスや製品を提供する、顧客のフィードバックを受け入れ、柔軟にビジネスモデルを調整する、計画と目標の設定、具体的な目標を設定し、それに向けて計画を立てる、中長期的なビジョンを持ち、短期の成果だけでなく、持続的な成長を重視する、効果的な時間管理、毎日の作業を効率的に行い、着実に進捗を重ねる、優先順位を明確にし、時間の浪費を最小限に抑える、リスク管理と柔軟性、リスクを事前に認識し対策を講じる、変化する状況に適応し柔軟にビジネスモデルを変更できる、失敗する考え方、ネガティブな心構え、失敗や困難に対して消極的な態度を持つ、自分にできないという先入観や自己制限をかける、マーケットの虫、ニッチや市場の需要を正確に把握せず無理に自分のアイデアを押し付ける、顧客の声を無視し自己の意見だけに固執する、計画の不足、具体的な目標や計画を立てずに行動する、即座の結果に焦点を当て中長期のビジョンを見失う、時間の浪費、重要な仕事よりも優先度の低いことに時間を費やす、無駄な活動に追われ本質的な作業がおろそかになる、リスクの虫、リスクを認識せずに進む、変化に適応できず固定的なビジネスモデルにこだわる、成功するためには継続的な学習、柔軟性、ポジティブな心構えが不可欠です。同時に、市場や顧客のフィードバックに敏感であることも重要です。